スラロームチームの楽しいバスフィッシング始まるよ。見てね。やるぜ。といったわけで早速始まりました、東レスラロームチームの楽しいバスフィッシング。第1弾はなんとなんとなんとワーム&ジグテクニック編。バスフィッシングの中でも最もよく使われ最もバスが釣れると言われるワーム&ジグ。誰もが簡単に手軽に使えるワームやジグ。しかし TPO に合った使い分けやちょっとしたリグの違いで釣果に断然の差が出てしまうのもワーム&ジグの特徴なんだ。さらにアクションの付け方、リーディングの仕方なんかもじっくり見て参考にしてね。そしてバスを次々ゲットするためのマル秘テクニックとは。まあこのビデオをよく見ればきっとその答えは見つかるはずだ。それじゃあ早速行ってみよう。という前に今回とっておきのマル秘テクニックを心よく教えてくれた3人のトップバスプロを紹介しよう。トップバッターはこの人、秋林義継。そしてご存知、沢村幸宏。ラストはあの林圭一。やってきたのは川口湖。最近バス人口が異常に増えてます。特に女の子増えてますよ。いいですね、いいですね。この女性が増えるということはもうどんな世界でもやっぱりこう反映していきますよね。ただですね、なかなか釣れない人が多いんですね。でも簡単だよ、うん、今回はですねその辺に的を絞って、林プロ、要は基本が大事なわけですね。まあ、基本は何か、今回それに的を絞ってやってみたいと思います。岸からも釣っちゃうよ。バッチリ教えましょう。まあ、その基本を今回は十二分に見てください。いきますよ。そこで私がバスプロの皆さんに密着してリポートをお届けします。プレッシャーの高い川口湖でのバッシング、参考になるよ。はい、それでは地元の私から岸釣りをご案内します。簡単だよ。解説は私林圭一がお届けしましょう。暑いわ、冷えたビールとおせんべいにキャラメルいかがですか。冷えたビールとおせんべいにキャラメルいかがですか。ボケてる場合じゃないですね。行ってまいります。秋林さん、ところで今日はまずどこから狙っていきますか。はい、そうですね、そこのワンドあたりからね、浅いところから狙っていこうと思います。またなぜそこを。今見ると分かるようにね、小魚がねピチピチ泳いでるでしょ。だからきっとあの小魚を狙うブラックバスがね、後ろの方にいるんじゃないか。あ、なるほどね。じゃあ、 あの飛んでる小魚はブラックバスの餌なんだ。うん、なかなかねバスもね尾行であれを食うんだけどね、簡単には食えないんだよね。だけどまあ餌がいるっていうことはね、それを狙うバスが当然いる可能性は高いですからね。バスは確率なんですよ。少しでも、確率の高い釣りを岸からでもボートからでもやるっていうゲームですね。ゲームか、いいな。確率を上げるゲーム。確率を上げる、まあ、で、まあ、読み通りに、ことが運べば、バスは答えてくれると。それが釣り、釣れたってことになりますね。さて、沢村さん、秋林選手はどこから攻めるんでしょうね。はい、そこです。どこですか。そこです。どこですか。ここは川口湖ロイヤルホテル前ですね。で、ベイトフィッシュ非常に多い。ベイトフィッシュとはあのバスが食う魚ですね。餌のことですね。餌のことですよ。で、まあ今もねポチョ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 いっぱいいると。はあ、多分これをキーして彼はここら辺をね最初にやるんではないかと思われます。楽しみに見てみたいと思います。朝釣れますかね。暑いです、暑いです。もうこんな夏の暑い日に釣れるんでしょうかね。まあ僕だったらなんか日陰かなんか狙っちゃおうかな。なんか硬いですね林さん。頑張りましょう。はい、解説怖いですよ。秋村さん頑張ってくださいね。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ、ここらでやりましょうか。え、こんな浅いとこでやっちゃうんですか。小魚が浅いとこに寄ってますからね、ここでやります。今日はちなみにどんなルアーで攻めるんですか。まずね、誰でも簡単に釣れる第一歩、そういうことでねグラブで攻めてみたいと思います。
グラブ。これはね、バス釣りを、初めての人でもね、とっても簡単でよく釣れるルアーなんですよ、うん、やり方も簡単だしね、やってみましょうか。はい、ゲイリー山本4インチグラブのですね、フックのセットの仕方をちょっとこれからご説明しましょう。で、グラブの場合にはですね、このボディの長さが全てです。ですから針のサイズというのがもうこの大きさでなければダメというのがあります。フックサイズで言いますと、ゲイリー、すごいフックですね、すごいフックの1番、その1番を使ってですね、いいですか、針のこの曲がりとテールのこの周りですね、これを同じようにしてこうやってセットします。まあ別にこれ逆になったからといってどういうっていうことはないです。ただですね、この針をセットする上で、いいですか、グラブにはこの金型に入れてプラスチックを流し込みます。合わせ目があります。縦に線が入ってますよね。でこの反対側180度裏面にも合わせ目があります。この合わせ目を針をセットする上で目安にしていただくと綺麗にセットできます。まずですね、先端中央真ん中まっすぐに刺します。でこの節目1、2、3、4つ目、4つ目ぐらいのこの合わせ目の線上にクロスするところに直角に抜きますですね。でそのままずっと上持ってきて、ここで180度くるっと回しながら上持ってきます。こうですね、この2回目のクランクの外側がワームのこの壁の横サイドでしょが出るようにして、でそうするとちょうどこう合いますよね、テールが。でどっから入ってどっから抜けるっていうのをこれで想定します。入るところと出るところ、これを想定します。ってことは横方向に針を抜かなければいけない。そこでワームをここ90度に曲げるわけですね、ギュッと。ここが一番難しいところです。入るところはやはり合わせ目線上ですね、合わせ目です。合わせ目の線上に刺し、で反対側の合わせ目線上に抜きます。抜く方向は横方向ですよ。そうするとこうやって綺麗にワームがまっすぐにセットされるんです。これがですね、途中こうビュッと、曲がってしまったりしてると、特に脳進化で使う場合には回転しやすくなります。ですからワームのボディはまっすぐに、でですね、最後に皮1枚、ここをちょっとボディ持ち上げて皮1枚針先を隠します。こんなもんだね。これをあまり深くこうギューッと隠しちゃいますと、これは針がかりしにくくなります。ですから皮1枚軽く、これで OK です。秋林さん、はい、今日のキャスティングのポイントは？投げ方？全然釣れてない。これからですよ頑張ってね。うん、キャスティングなんだけどね、初めての人はこういったスピニングタックルがおすすめです。スピニングタックル、うん、こういうリールなんだけど、うん、これとあと両軸のベイトリールと2つあるんだけど、このスピニング、これがね、誰でも慣れてるからね、投げやすいよ。子供でもできるからね。じゃあ私でも大丈夫？そうで、細い糸を使うっていうのが重要なんだよ。っていうのはね、こういうところでね、ポイントが限られるでしょ、はい、だからより遠くに飛ばすっていうのがね、とっても大切なのね。だから細い糸だと人の倍飛ぶよ。細い糸の方が飛びやすい。そうで、こんな具合に持ってね、投げる。わ、すごい。落として巻く。巻く。これだけ。これだけ？これだけ。本当に釣れますか？そう、だから誰でもできるよで、こうゆっくり巻いてるとね、さっきのワームって言うんだけどね、はい、あれがね、小魚みたいに、よいしょ、今当たった小魚みたいにね、泳いでくるんだよ。だから、今ここにいて、小魚が泳いでたでしょ、プチプチ、はい、で、このワームっていうのがね、はい、ほら、こうなんか泳いでくるでしょ、はい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 、ビラ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 と。あ、これがね、こんな形してるけどね、その下の部分がね、これがね、餌、小魚なんだよ。騙すわけだ。 それでうまく、そう、だから疑似針、疑似餌って言うんだけどね、うん、こう投げてゆっくり泳がす。ゆっくり泳がす。これ何もしないとね、ただの
プラスチック片なんだよね、うん、生き物でも何でもないの、うん、ところがね引くことによって動くでしょ、はい、そうするとね初めてプラスチックがね生き物に変わるんだよ。で生き物に変わるとそれを見ているバスが騙されるわけだ、うん、騙されるわけだ、うまく、そう、はい、その騙しのテクニック、これがね、うん、バス釣りの楽しさの一つだよ。やはり岸からですとどうしても小さいルアーに分があったりもします。で特に河口湖の場合にはフィッシングプレッシャーが高い、まあ、そういう高い湖ではライトリグはやっぱ有効なんでしょうな。そうですね、まあラインはなるべく細く、まあ、4ポンドっていうのは一つの軸と思ってください、うん、だからまあ彼こう見た限りではラインが黄色いんでフローカーも使ってますよね、あれは。そうですね、スーパーハードのスピニングじゃないですか、うんうん、僕でしたらね4ポンド使いませんね、力だったら。3ですか。 2.5 ですね。 2.5 やりますね。で 2.5 でも、まあ、竿がちょっとやわめのね、で多分オフセットフックでセルフイドガードね、針先を隠しているような、あ、それはあれですか、モナンカは引っかかんないけど魚には引っかかりやすいってやつですね。だから、合わせを持たすべくバットで竿のこの元の部分ですか、はい、うん、あの元の部分で針先をちゃんとバスの口にバスッと刺すだけの、なるほど、力のある竿を用いてると思うんですよ。なるほど、うん、まあそういうね、例えばトラウトを釣るようなペランペランの竿じゃそういう合わせの力がなかったり困りますな。それでは、まあ竿を選ぶときにはですね、竿のその先の方は柔らかくてもいいですから、元の方はちょっとしっかりめのものを選ぶといいでしょう。だいたい長さは6フィート、1.8 メートルから、6フィート半、2メーター前後のものが一番いいと思います。難しい話になっちゃいましたね。まあだいたい今のところですね。そうですね、6フィートはいいところでしょうかね、最初は。そうですかね、うん、はい、釣れそうですか。もうすぐ釣れるよ。もうすぐ、なんか何回も何回も投げてますけど、 あのね、人一倍投げなきゃダメだよ、うん、あのね、ルアー釣りはね、待って釣る釣りと違うからね、こちらからどん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 バスがいるであろうポイントを攻めていくんだよね、うん、攻めるってことは、ええ、より多く投げる、人の倍投げるとね、倍、うん、バスに出会う可能性が高まるんだよね。もう投げて投げて投げまくる、投げて引いて引きまくる、これがもうバス釣り大切なことだよ。彼が使ってるあのリールの大きさ、あれは極めて標準的なバスに使う大きさですよね。そうですね、小さすぎますとあんまりあのルアーが飛ばなくなります、うん、大きすぎますと重たすぎます。まあちょうどいいとこを選んでください。で、まあ道具の良し悪しっていうのはお金に比例すると言ってしまうのは何でしょうが、やっぱりいい道具は高い、で細いラインを使って受けるというのはやっぱりいい。そうね、お金はやっぱりかかってしまうかもしれませんね。そうですね、その道具の良し悪しっていう部分でちょっと触れてみたいんですけどね、ドラグ、はい、これドラグはさ、でかい魚買った時にありますよね。ドラグって何ですか。ドラグ、いい質問ですねそれは、うん、でかい魚買った時にですね、糸が嫌いないように、はい、まあ、いわゆるリールから糸がこうジリジリジリと出てくる、糸切れない防止機構ですか。あ、こういったら、うん、分かりやすいと思いますよね、はい。このドラグ性能が値段によって随分違うものなんですよこれ。なるほど、いいリールの方が、そのドラグの性能がいい、だからすなわちスムースに糸が出るということですね。そしてこのリールを巻くリーリングスピードも結構重要。バスの周りを泳ぐベイトフィッシュの種類やバスの活性によってもスピードは違いますが、普通は自分で考えているよりちょっとゆっくり巻く方がヒットの確率は高いようです。だいたいこのぐらいのスピード。少し移動してみましょうか。ここダメですか。うん、あのね、岸釣りはね、うん、やっぱり足で稼ぐっていうのが手だよ。足、うん、どん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 、新しいポイントを見つけていこう。はい、わかりました。じゃあ移動しましょうね。はい、じゃああっちの方行こう。あっちの方に、じゃあ行きましょう。よいしょ。足、足。結構じゃあ釣りって体力いりますよね。そんなこともないけどね、やっぱ夏はね、いる場所っていうのが限られちゃうんだよね、バスが、うん、あの人間も暑いとやっぱクーラー欲しいでしょ。それと一緒でね、バスもこう暑くなっちまうと自分じゃ体温調節できないからね、はい、うん、自然とこう涼しいところ、涼しいところを求めるんだよ。で今向こうの方が少し深場があるからね、浅いところより深い方の方が少し水温が低いだろ、はい、だからちょっと行ってみよう。
なるほど、ちょっとじゃあさっきよりも深いところに。そうだね、はい。15分が経過しました。はっ、未だに魚釣れておりません。ノーバイトですね。ちょっと見るに見かねちゃうんです。この日向ガンガンで僕らここに座って間抜けなんですけど。そうですね、ちょっとやっつけますか。やってみましょうか。竿取り行ってきましょう。はい、また竿を持った解説者2人で後ほど向こうで行きますんで、はい、また後で。はい、じゃまた。秋林さん、この辺ですか。はい、この土管の前あたりちょっと狙ってみましょうか。本当だ、さっきより深いですね、かなり。あの、掘れてんだよね、うん、よいしょ。この場所でのキャスティングのポイントを教えてください。はい、ここはね、さっきのところっていうのはずっと浅かったでしょ、うん、で、ここ見てわかるようにね、浅いんだけど沖見えないでしょ。うん、確かに、うん、だから沖にブレークがあるからね、はい、いいんだよ。それとあと向こうの水路の日陰の部分、この2点を狙ってみようと思います。はい、わかりました。じゃあお願いします。ルアーは同じですか。同じです、ね、バス釣りはね、はい、やはり何かこう岸から攻める場合でもね、はい、少しでも変化のあるようなところを攻める。変化のあるところ、変化、沖が掘れてるとかね、うん、それはもう見て水の色が変わるでしょ。はい、そういった深場から上がってくるバスを今から狙っています。はい、さっきよりちょっと深いところね。はい、ルアーは一緒です。ルアーは一緒で、はい、じゃあやってみます。そんな近くで見ながら。ほら、来た来た来た。あ、そこにいたの釣っちゃったよ。あ、ほんとだ。うわぁ、あららら、あ、あ、あ、ちょっと、ちょっとね、失敗しちゃったね。失敗しちゃ、でも、こういうこともあるっていうことですね。まあ、楽しくやればね、うん、いいんだよ。でも一応姿が見れただけでも、可能性があるってことで、うん、そう、こういう見える魚を相手にしてね、はい、釣っちゃうっていうのも楽しいよ。そうですね、まだいるからさ、もう一回騙されるかな。やっぱりここでも何度も何度も投げる、それがポイントですか。うん、さっきはね、どこにいるんだか分かんなかったでしょ、はい、うん、だからね、投げる投げる投げる、うん、今はね、はい、ここにいるからねいるから何回も、1回じゃ食わないんだよね、はい、で、最初にね、しくじっちゃったから、うん、もう警戒してんだよね。魚も警戒するんですか。そう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 。へぇ、面白いよ、今日も河口湖水きれいだからね。そうですよね、そこにまた帰ってきてるでしょ。ね、本当だ。あれはね、彼の家なんだよ。ああ、ちゃんと家があるんですね。じゃあその家を攻めると。そうそうそう、他のいないところを攻めるよりはね、いる魚相手にした方がね、確率高い。まずは1匹ということですからね、うん、ちょっと今かけちゃったからね、食わないかもしれない。あそこにでかいのいるんだよ。あれってバスだよ。そうなんですか。バスって、ね、ああやって岩の陰にね、頭出してる。ほんとだ、すごい。なんで食い気がないんですか。人間と同じでね、暑いってしょ。あ、やっぱり夏バテみたいな感じで、うん、へぇ、朝が涼しいからね。秋林さん釣れてません。我々もちょっとやってみましょうか。これをしたまんまで間抜けですけど、釣っちゃいます。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。どうしましょうか。このポイントもダメでした。ダメ、もうあとはやはり足ですわ。それラバージグノーガードでしょ。それノーガード、ブリードブリブリ引っかかるんですよね。私の場合はラバージグを、そこを這わせてるわけですね、ゆっくりゆっくり、俗に言うアリが歩くぐらいって言いますが、ゆっくりゆっくりそこを這わせてます。常に、ラバージグがそこについてるなという感触を糸、竿を通して感じていくこと、これがまず基本になります。ゆっくりゆっくりですね。
まあ、ミニバスを食わす方法としては、何度も何度もしつこくやって、最後には魚を怒らせるみたいなそういうノリもありますし、あるいはルアーをとっかい引っかいしてこう岬を変えてやる、こういう方法もあるみたいですね。あ、魚見てたんじゃないですか今では。ほら結構コンディションいいでしょ、太ってんだよね。ああ、ちょっと模様がないけどね。模様がない、可愛いバスですよ。これはそんなに大きくないんですか。河口湖ではね、あのナイスキーパーっていうのかな、だいたい25から30ぐらいが河口湖ってね、あと放流バスっていうのが入っててね、それはすごく大きいよ。50センチもいるからね。50センチ、すごい。これなんかまだ子供だけど、まあ綺麗だよこれは。綺麗、これがバス、これがブラックバスです。でも簡単に釣れますよね、本当に。ポイントは変わったけれども、釣れた。いや、暗いね、暗いね。硬いのくっついてるね、みんなね。ワームは、今日は持ってきてない。持ってきてない、持ってきてない。バス釣りを始めてどのくらい。どんどんやってますよ。え、1ヶ月ぐらいですかね。ああ、なるほどね。いわゆるこうお始めの人っていうやつですね。そうです、でね、糸は太いですよね皆さん、もっとね細いのをね使うとねいいですよ。ちょっと見てください、これ比べてください。まあ同じような黄色ですけど、これはナイロンですよね。ナイロン、こっちはフロロカーボン。これ多分ね、10ポンド。いや、もったい、これ12ポンドぐらいあるよ、これ。12ポンドと片や 2.5 ポンド。細いでしょ。ああ。で、まあ僕らは今これワームついてるけど、脳神経ですね。何も思いついてない。で、今こう、日が高くてすっごい釣りづらいんですよ。確かにこういうんでやってもなかなか釣れない。で、硬いんでやっても、ね、こういう硬いルアーでやっても釣れないことはないけれども、日中はやっぱりこう、柔らかいんで糸細くして軽くしてするんですよ。とりあえずワームはバス釣りの基本なんで、次来る時は、はい、柔らかいのからね始めてみるといいですよ。で、柔らかいんでもどうやって釣ったらいいかっていうのをお店行ってどうやって使ったらいいか、どうやって針をつけたらいいかっていうのを聞いてやってみてください、リリースしてあげましょう、はい、また大きくなってね。大きくなって釣られるんだよ。また戻っておいで。はい、バイバイ。あ、だんだん元気になって泳いできました。泳いでくれ。また餌食って偉くなんだ。そうですね。糸を細くする。そうですね。ここからでしょうか。まあ、糸を細くして、そしてスピニングリールの場合、その糸を巻く量にも注意してください。そうそうそう。あんまり量が少ないと、やっぱり軽いルアーは飛びません。うん、といってあんまりいっぱい巻きすぎちゃうと、また今度別の意味でトラブルがあります。糸がこうこんがらがっちゃうことがあるんですね。で、だいたいこんなもんですかね。このぐらいの量が適当ですね、多からず少なからず。そして 2.5 ポンド3ポンドあるいは4ポンド、そういった細い糸を巻く、試してない方はわからないでしょうけども、こういった道具を使いますとびっくりするぐらい、軽いものがよく飛ぶもんです。試してみてくださいね。はい、というわけです。はい、糸は細く。お次はボートでのテクニック。こんなバスボートじゃなくたって手漕ぎのローボートでももちろん使えるテクニックだからきっと役に立つよ。そして最後にバスプロがゲットしたポットベリーのグッドサイズバス、どんなポイントをどんな風に狙うとゲットできるのかよく見てね。
さて橋桁。これはもういい魚絶対付きの場所。うん。駆け上がりにもなってるし日陰もあるし。深さ十分ベイトフィッシュいっぱい。まずは駆け上がりギリギリに落として。ここのじゃあポイントをお願いします。ちょうど今2人が入ったポイントは大橋の橋桁といいます。夏は水通しがありまた巨大な影の部分ができますよね、シェード。そういう意味で、夏の第一級ポイントだとも言えます。じゃあこの下は特に涼しくてバスがたくさんいるわけですね。いっぱいいます。楽しみですね。のイメージで、お、勝った、おろきた。よしよしよし。同じフィッシュ。いやいやいや、ちっちゃいお豆さんですよ。まあキーパー。いや、のんき。ほいほい、一匹目、うん、ゲーリーグラブにラウンドという丸い形のジグヘッド16分の1オンス2グラム弱ですね。ちょっとなくなっちゃったんですよね。うん、しっぽなくなっちゃった。ちょっと風があるとやりづらいんですけども、やはり僕これは2.5 ポンドっていう細いラインを使ってるんですよ。スーパーハードのスピニング、このぐらい細いとこういうちょっと風がある時でも軽いルアーを割と感じを出して使える、あるいは投げる時でもよく飛ぶ、こういうことです。ちょっと恥ずかしいサイズですけど、まあ1匹目ってことで、普通だね。うん、そうだね。これもサスペンドしてました。サスペンドというのはそこにバスがべったりついてるんじゃなくて中層にこうプカーッと浮いてる状態ですね。つまり橋桁のコンクリの壁に寄り添うようにこう中層に浮いてた。多分水面下2メーターぐらいの割と浅いところに浮いてたんじゃないかなと思います。じゃあ逃がします。で結局そのサスペンドバスを釣るには今のは竿で当たりを取ったのかしら。いや、今のはラインで、そうです、糸です。糸で当たりを取った。つまり普通にこのルアーが沈んでいくのよりもずっと速いスピードで糸が水中に引き込まれていく。これはおかしい、魚かなと思って合わせたら魚だった。こういった感じですよね。じゃあそのテクニックをお見せしましょう。まず投げますわね。で、ルアーが沈んでいきます。糸を見てます。動きがおかしいな、でも魚かどうかちょっと分かんないなと思ったら少し糸を巻いて糸を張ってゆっくり竿で引き上げます。そうしますと、魚の重さが加わった場合にはすぐ合わせます。で合わせる場合にもし魚を誘うためにルアーがロッドがずっと上に上がってたらですね、このまんまじゃもう合わせられないわけですね。合わせしろがもう全然ありません。ですからそういった場合は、あ、魚だと思ったらちょっと難しいんですけども、急いでリールを巻いて竿を倒してそれから合わせると、こういったことになります。これはちょっと慣れませんとね、リールを勢い余って巻きすぎますとそのリールを巻いた勢いが魚にまで伝わって魚が嫌がってベッと離したりですね、いろいろします。まあこれは試行錯誤、体で覚えるもんなんですけども、とにかく合わせというのはバスフィッシングの中でも非常にキーポイントですから、しっかりやる必要があります。つまりはちゃんと、竿を下の方まで倒してあげて、まあ時計で言えば3時あるいは9時、真横近くまで倒してあげて十分に幅を持ったフッキングをする、合わせをするということが大切です。サウスキャロライナリグですね、用意してます。まあ、これはマス針ついてますけれども、マス針リーダーですね。でここにスイベルがついてます。でこれを一つのリーダーとして、まあこれは1メーターぐらいついてますけれども、リールから来ているこれはラインですね。リールから来ているライン、これは今3ポンドを使ってます。3ポンドでもフロロカーボンの3ポンドです。でシンカーがあって、まあこれビーズ入れてますけれども、リーダーはこのライン3ポンドよりもちょっと細くしてあげるんですよね。そうすると根掛かりなんかした時には全部もろともシンカーなくなってしまいません。このリーダーの途中で切れてくれます。マス針でのリグ、これはまあスプリットショットでもマス針は使えますけれども、まあ、今回のキャロライナリグに関しては、まあ、マス針でいろんなものをつけますけれども、これは基本的にですね、まあ、今回はグラブを使ってますけれども、頭の方に浅くサクッとつける、あんまりこう深いところにバックリ刺したとこう針先が出てませんよね。こうなると非常に針がかり悪くなります。頭の方に軽くサクッとかける、まあこんなもんでしょうね。私林圭一が皆さんにお勧めしたいリグはこれです。ジグヘッドリグ、非常に単純なリグですけれども、効果的なリグです。福
深さもいろいろ使えます。ジグヘッドにはいろいろな重さがあって、これはちょっと軽い16分の1オンス 2g 弱なんですけども、もっと大きい鉛のついた重いものもあります。こういったものを、水深によって使い分ける、これが基本となります。沈んでいく間にも食いますし、そこをずる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 引っ張ってても食います。まずこれから試してみてください。針はむき出しでウィードガードという引っかかり防止もないので、ちょっと引っかかりやすいですが、その代わりフッキング合わせが弱くても魚をしっかり捉えることができます。その他にもポイントや状態によってラバージグやワームの上に重りをつけたスプリットショットリグなどでも狙います。バスフィッシングに、用いられる結び方、糸の結び方、これにも何通りかあります。よく使われるのはユニノットという結び方とクリンチノットという結び方です。中でも、ユニノットという結び方は簡単な割に、非常に強く結べるいい結び方だと思いますので、今回はその方法をご紹介します。私の右手にあるのが、ルアーあるいはワームフック等の藍だと思ってください。そして左手、これが、ライン、糸ですね。じゃあ結び方を説明します。まず藍にラインの先端を通します。でラインの先端を特に最初慣れないうちは多めに引っ張ってあげてください。そうしますと、藍を中心に、ラインが2本になります。仮に、先端側こちらの方を A としましょう。そして元の方を B としましょう。 A ラインをまず B ラインの手前で1回輪にしてあげます。こういった状態になります。そうしますとこの輪は約半分が二重のラインになって、残りの半分は1本のまんま、こういう状態になるわけですね。でこの A の先端で、今輪を変えた A の先端でこの、ダブルになった部分に朝顔のつるのようにぐるぐるとこの A の先端を巻いていきます。だいたい4回ぐらい巻けばいいでしょう。4、5回と覚えておいてください。で巻き終わりましたら A の先端を引っ張ります。すると輪はどんどん締まって結びの原型ができてきますね。でここまで行きましたら今度 B を引っ張ることによって、この輪を縮めていって結び自体を藍のそばに置いてあげます。で最後に B と A の先端を同時に引っ張ります。これでユニノットの完成です。あとはこの余分な端っこをハサミで切ってください。すると、こういった非常にシンプルな、でいて固定力の強い、優れたノットが出来上がります。でバスフィッシングの場合は仕掛けが割と単純ですし、あんまりいろんな結び方を覚える必要はないかと思います。とにかく一つの結び方、例えばこのユニならユニを、しっかり、真っ暗な中でも目つぶってもできるような、そういう反復練習をしてください。しっかり結ぶこと、これが大切です。うっ、つった、林くんつった、キーパー、林プロにヒット。キーパーねえか。何も見えません。来ました、ボールスキーパーごっくんしてる。皆さん、今の林教授はクートルクートルをまたやりすぎですね。思いっきり何も飲まれてますね。思いっきり飲まれてしまいました。ジグヘッド、これで今日2本目です。ちょっと有効みたいですね。沢村ちょっと寝かかってまた切って結んでますけど、その間に釣られちゃいました。 今ボトムべったりでしたね。あ、とりあえずボトムべったり、ズルズルですか。ですから最初は縦のこういう壁面、そこにサスペンドしていたけども、こういう何にもない場所ではやっぱりボトムについてるのかしら、とかこういうふうにですね、だん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 こう推測をの枝葉を伸ばしていくわけです。当たったよ、当たったよ、これ、はい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 。これも同じようなサイズだね、これ、さっきと。とりあえずのキーパー？いや、もっと小さいかもしれない。もっと小さいかもしれない。あ、これは小さいかもしれない、さっきのよりは。うれ、あ、いいとこかかってる。ちょっとベイトを変えてみたけどもね。
とりあえずは底ベッタで食うと。底ベッタで食うと。可愛いです。まあ水深5、6メーターの底ベッタと。いわゆるノンキーってやつですねこれ。はいはいはい。もうちょっとワンサイズ。とりあえず本日3匹目のマスが釣れました。ちょっと小さかったですけども、これで水深 5,6 メーターで、ルアーがゲイリーの4インチグラブ、これでそこべったりをゆっくり引いてくれば魚はある程度取れるんじゃないかと、うん、こういうとこまでは分かってきたわけですね、うん。さっき私が釣って、釣れないことはないとこう思いました。でその後すぐに、沢村くんが釣って、ああこれ やり続けてれば結構何匹か取れるかなと、こういうふうにちょっとこう考え方が変わってきました。ですから、それが本当かどうかもうちょっとここで続けてみたいと思います。バスフィッシングは推理の釣り。今バスがどこにどんな状態でいるかを的確に判断することが大切です。ボトム何も感じないでしょ。ボトムあんまりよく感じない。あーもうないもん。はい、バイト行きますよ。あ、オンリア。フィッシュフィッシュ。グラブジグヘッドやっぱ強いね。うん、おい、いいとこ、いいとこかかってる。ちょい小せえけど、うん、今度は飲まれませんでした。危ない危ない。うん、同じサイズだよ。うん、さっきと似たり寄ったり。僕は今度はね、サイズアップ測るためにね、キャロをやめてね、今ラバージグでやってますわ。ワンサイズアップ、ワンサイズアップのラバージグ。サイズをアップさせるためにルアーを変える、あるいは場所を変える、いろいろ、とにかくもし満足できなかったら何かを変えることですね。まあこれでいいから楽しもうってんだったらこれでもいいわけですけど、多くの場合みんなもっと大きいのと思うわけですから、いろいろ試されるといいですね。じゃあ、お願いします。次行こう、次行こう。今日残念ながら強風でしょ、はい、波が強くて操船しづらいと、ですからね、こういう風裏のポイントに移動してきたと思います。これは本来ならば EQ ポイント、岬周りの水通しのいいところで釣りたいところなんだけど、はい、荒れているから、釣りやすい場所にただ逃げてきたという状況です。ただここもね、ウィードって言ってね、良質の葉っぱが生えてますから、はい、バスの数は結構今の時期も多いですよ。うん、本当に嘘のように風がない、うん、ね、さっきまでもすんごいね、はい、白波立ってたんだけども、はい、じゃあ次に、ワームやジグを引く時の速さ、それの標準的なものをお見せします。まずキャストしてそこまで沈めます。そこに着く瞬間というのは前から言ってるように糸を見て、糸が引き込まれるわけですね。沈んでる間はそれが止まったところで、あ、そこに着いたんだなと、こういうふうに知ることができます。で今ずっと沈んでるわけですね。沈んでる沈んでる沈んでる。ちょっとこう深いんで時間かかりますけどね。まあ、着いたと仮定しましょう。はい、着きました。そうしましたら、ゆっくりゆっくり、底の上をこう這いずるように引いてくるのが基本になります。どのぐらいでの速さで引くかっていうと、竿先を見ててください。リールで巻き込むんじゃなくて、竿をゆっくりストロークさせることによって、ワームや、ジグを動かすわけですね。あたかも底を歩いてるぐらいのフィーリングです。で、ワンストローク終わったら竿を戻しながら余ったラインを巻き込みます。ストロークの角度は90度ぐらいですかね。そうですね、まあ90度。風の強い時なんかは割と感じが出にくいんで、うん、もう少しストロークを小さくしてあげたり、まあ、それは自分が一番フィーリングが出やすい方法っていうのをこういろいろ試してください。で、こうやって竿でジグやワームを引っ張ってる間は常に、底についてる感触を確かめます。あ、そこは結構デコボコしてるなとか、藻が生えてるなとか、そんなことをこう感じながらですね。ですから旗から見てると結構暇そうですけど、本人はいろんなことを感じてですね、うん、フィーリングを出して釣ってるわけです。集中ですね。そうです、集中です。このように底のボトムの上を歩かせてくる、こういう方法を僕らズル引きって呼ぶんですけども、そのズル引き中に当たりがあったらどうやって合わせるか、次にこれをお見せします。ゆっくりゆっくり歩かせます。さあ、当たりはないかな、ないかな、ないかな。ここで当たったとします。当たった。そうしましたら必ず、合わせ代をたくさん取るために竿を送り込みながら
糸を巻き込んでいきます。合わせしろとは合わせのストロークですよね。ストロークが大きければ大きいほどしっかりフックアップができるということです。で、目いっぱい、送り込みましたらここから一気に合わせていくということになります。もし、ラッキーなことに、引く初めのプロセスですね、竿 がもう送り込まれた状態であればそのまま合わせても構いません。あるいは、ストロークの最後の方、この辺で魚が当たった場合には、やはり一目散に送り込んで、でフッキングしていくと、こういったことになります。すると魚がかかっている。魚がかかっているんですね、これが。本当に本当です。あらまあ、思いっきり飲まれてるこれ。いや、あ、飲まれ、ちょっと飲まれてますけど、まあこういうこともあると、こういうことですね。ただのこれはラッキーフィッシュです。なんと、まあまあ自分の名誉のために言いますが、いつもはちゃんと当たりを捉えて釣ってますから、ご安心ください。すごいですね。超能力のようですね。沢村プロのリーディングとロッドアクション、決して単調にならないようにロッドとリールで微妙な変化をつけています。頭の中では常にどんな状態でワームが動いているのかを想像しています。林プロにグッドサイズがヒット。いつもロッドの先を下げてファイトするのはバスがジャンプしてフックを外されないため、もしバスのジャンプが見たいのならロッドを上に上げればきっとジャンプやテールウォークがいっぱい見られるよ。35センチアップのバス、ちょっと痩せているけどこの時期の川口湖にしてはなかなかのサイズ。よっしゃ。そしてラバージグに変えた沢村プロにもグッドサイズがヒット。ウイド入った。これ良さそうじゃん。いや、ブレイクですよ。あ、これいいわ。うわ、でかい。うるー、でかいでかい、これはでかい。うわ、おお、四十ある？ある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 。超あるよこれ。45g ね。おい、ジゴ思いっきり飲んじゃってる。うわ。うわあれ。おお、でけえや。うお、いいとこ勝ってる。こういう状態でラインがね、ガリガリやられて、針で切られる可能性が非常に高いんです。これ。ポットベリーの 46.5cm グッドコンディションのバスです。綺麗なバスだ。うん、綺麗だな。はい、おりゃ、あ、いいバスだ。コンディションほら見て、この腹ブリブリですよこれ。あ、これね、今ラバージグの2分の1オンス使ってたんですけど、ブレイクの方多分今日魚探つけてないんで分かんないんですけどね、ウィードがシャローで見えてるんですよ。で、まあそれが消えるあたり、いわゆるブレイクがそこへんにあるだろうと想定して投げたところ、フォールで食ってきました。これなんと思いっきりサスペンドバスです。これ見て、このお腹食ってますよこれね。え、こう見たところ口にもフックの跡が一切ないですよね。ねえ、綺麗なバスだよね、うん、これはもう川口湖原産でしょう、うん、可能性は非常に高い、うん、川口湖のバスだよ、うん、でまあとりあえず今これラバージグで釣ったわけだけども、うん、ジグヘッドのグラブでボトムズルズル、うん、まあ、それは一つの今日のパターンとして捉えられる、うん、でまあそれ以外の可能性を求めるわけだ。それをしないと新たな発見もないし、こういう魚も釣ることができなかったかもしれない、うん、まあ、いわゆるチャレンジですよね。で、さっき答えがいくつもあると述べた中の、ラバージグのフォールはそのうちの一つの答えかもしれない、うん、まあ、ウエイトはこう2分の1という非常に速い、まあ、フォール落ちでは速いですよね、早くビューンとこう、うん、素早く落っこってくるんですね、うん、それがもっと軽いものであればより多く釣ることが可能かもしれない、うん、でまあ、これ今多分駆け上がりの途中にねサスペンドしたと考えられるんで、
この釣り方をまたちょっと通してみるのも手かなと、うん、いいかもしれない。まあ、これはこんだけの方だからそんなに数は取れないかもしれないけども、うんうん、ある程度、さっき見たような小さい魚を数釣った後はやっぱりこういうのにチャレンジすると、うん、こういうのもいいんじゃないかとね思うし、その場合多くの場合そういうふうにルアーや狙う水深や狙う方法が違ったりもします、うん、ですからいろんな方法を試していくとこういうことになるわけですね。いい腹してる、うん、ナイスフィッシュよく引いた。まあ、川口君もね魚小さい小さいと言いながらも放流量も確かに多いし、うん、こういう川口港、ね、既存のバスもこう綺麗な状態に残っていると、うん、これは50超えてほしいねこいつにはね。この時期の川口湖にしては本当に珍しいグッドサイズ。これも何匹かのバスをゲットして推理した結果なのです。沢村プロの真剣なファイトを見せてくれたグッドワンでした。おめでとう、やった、ありがとう。まあとりあえずこれで今日の勝負は私がいただいたようなもんですな。あ勝手は俺かなって気もするんですけどね。いや、まだまだまだですよ。次回のビデオっていうこともありますからね。なるほど。でもまあ抜粋の意外性、まあ、最後のチャンスで相手貝が釣れちゃう、うん、まあ、結局可能性を求めていろんなルアーを試すことによって、そうだね、うんうん、まあこれは今日はラバージグのフォールで食ったかもしれないけど実はクランクベイトをポンと投げて食っちゃったかもしれないし、うん、大きいのっていうのはなかなか釣れない、だからダメだろうなと僕らも思いがち、でもダメだろうなと思って本当に試さなければ絶対釣れない一匹っていうのは必ずいるんです、うん、だからダメかな、いやでも最善の可能性をというのがバス釣りの基本、そして、その通り釣れた時にこういう喜びがある、これがもうバス釣りの楽しさの原点だと思います。もっと楽しいバス釣りを夕方パコパコパコ3人でやってみたいと思います。はい、お楽しみに。秋林さん、はい、夕方になってだいぶ涼しくなりましたよね、うん、これからがね、特に夏場一番楽しい時間です。一番楽しい時間、そうです。例えばね昼間その辺に見えてたバスがいるでしょ、うん、あれとかね、あるいは沖から来るバス、あいつらがね餌をパクパク食うんだよ。夕食タイムですね。そうです、一番面白い時間ですよ。一番面白い時間、うん、エキサイトタイムで後ろの方でもねやりやがってるからね。しょうがないな、やりてえな、持てて行くぜ、一緒にやろうか、一緒にやりましょう、行きましょう、行こう、行くぜ。夕方、水面にはベイトフィッシュの群れ、全員ノーシンカーワームでサーフェイスをチャラチャラ引き。でも沢村プロはちょっとフォーリングさせて、俺食った、うりゃあ、ちっちゃい、まあ、落ち込みで食いましたよね。そこで跳ねろ、でも跳ねるとバレる可能性があるんですよね。今僕バーブレスやってるからよく引くわ、これちっちゃいのには。いいとこかかってる、ほら、うれ、で万が一、尻尾く食われちゃいましたね、まあ、万が一飲まれてもバーブレスやってる場合には非常にバスにダメージを与えずに逃がすことができる。一本目はい、みんなで勝負しますか。まずは先手沢村ですか。釣れてしまった。おお、大事に大事に。なんとバス釣り初めてのリポーターにもヒット。イエイ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 、初めてとは思いません。おお、やった水面でバチャって出た。分かんないか。はい、自分でお持ちなさい。はい、気をつけてね。初めて釣ったいいですか。初めてこの竿を握ってっていうのは変ですね。竿を握って竿握って1回目。1回目それでもこういうことがあるのが夏の夕方っていうわけですか。奥の沢村プロに注目。キャストして素早く糸ふけを取って、そしてゆっくりとリーリング、時々止めて少しカウントダウンすると、ほーらヒット。
合わせ切って針変えてないからガードレスになってないんですね。これ結構つられてますね。これ二つ目です。いえ、小さいけどね、この時間になるとバスも活発になるからね、誰でも楽しめますよ。よっしゃ。夕まつめだね。よいしょ。はい、皆さん、今日はいかがでしたでしょうか。バス釣りは釣れば釣るほど楽しくなります。まずは基本を身につけて、はい、最初の一匹を釣りましょう。そうです、岸からも楽しめますよ。そうです、バス釣りは基本が全て。